エヴァン・エマール要塞の見取り図、エヴァン・エマール要塞付近のオランダ及び、ベルギーの地図指向性爆薬で、穴が開いた。エヴァン・エマール要塞のドームエヴァン・エマールは、ベルギーの東部にあった要塞。リエージュとオランダ領マーストリヒトの間で、アルベール運河沿いに存在した。第一次世界大戦において、ドイツの侵攻を受けたベルギーが再侵攻を防ぐために、建設したものである。 第一次世界大戦後、ベルギーは中立による安全保障政策をとっていた。しかし、第一次世界大戦中にドイツの侵攻を受けたことから対ドイツ戦備が優先されていた。ベルギー東部の拠点であるリエージュの防衛に必要な地点であり、ミューズガーの都下点ともなるエヴァンウェマール村に要塞を建設することにより、 ドイツ軍に対する防御拠点とすることとした。また、この要塞は万力の隙間と呼ばれる南方への防御も担っていた。リエージュを南方から攻略しようとする敵に対する防衛要塞の構想は19世紀の終わりから存在した。この考えはアルベール運河が作られた後には政治的に説得力のあるものとなった。そのため、川と運河の間に要塞が配置される形で、 構築された。計画は1929年に承認され、1932年から建設が開始された。なお、アルベール運河は1931年から建設が開始されている。要塞は1935年に完成している。重防御により、エヴァンウェイマール要塞は難航不落と評された。しかし、ドイツ軍は最初に要塞を攻略する計画を立てた。 準備においては、エヴァン・ウェマールとよく似たチェコスロバキアの要塞において訓練を行った。ドイツのアドルフ・ヒトラーはグライダーにより要塞を手に入れトップシークレットの新兵器である整形作薬団を用いる計画を作成した。グライダーによる降下を利用する理由は移動する飛行機から狭い地域に大量の人間をパラシュートで降下させることは困難で、 降下時の混乱を避けるためである。ドイツ降下両兵1940年5月10日、朝、ドイツ第一降下両兵士団の降下両兵が、要塞に、グライダーで降下した。ドイツ軍の降下時、要塞には、約600名のベルギー軍がいたが、奇襲により主要な砲塔や統治下を破壊されてしまい、間もなく要塞は無力化された。翌日、 陸上を進撃してきた第151、狙撃兵連隊の支援のもと、5月11日13時30分に、要塞は完全に制圧された。ドイツ側の重砲能力と優れた計画、ベルギー側の不運と準備不足が1940年5月10日における、ヒトラーの計画を迅速で圧倒的な勝利とした。エヴァンウェマール要塞の占領は、戦争において、 グライダーを攻撃に使用した最初であり、同様に成形作薬を最初に使用した戦いである。ビッツ比により引きられたグライダーは、要塞の屋根に着陸した。そこで、彼らは砲塔を破壊し、無効化するために成形作薬を使用した。彼らは、機銃座に対して、火炎放射器も使用した。ベルギー軍は、ドイツ軍に使用されないように重要な橋の一つを破壊したが、 それは同時に要塞を救援する軍勢を到着させないことにもなった。攻略後、要塞は V1 兵器の地下工場として利用されたが、防御拠点としては使用されなかった。この要塞の占領に使用した方法と同じく、グライダーを使用して拠点を占領する作戦としては、戦争後期のノルマンディ上陸作戦において、イギリス軍がグライダーを用いて、強梁の占領を実施した。 エヴァンエマール要塞は現在一般観光客に公開されている。1 2 0ト、mm、ル連想法等の設計配備された。主要兵器は1 2 0ト、mm、ル連想法や7 5ト、mm、ル連想法であり、コンクリート製の砲塔に収められていた。要塞の主要部はほとんど地下にあり、地上にあるのは一部の統地下や砲塔偽装陣地のみである。 東側のアルベール運河に面した断崖にも倣が設置されている。エヴァン・ウェマールはダイヤモンド型の要塞で3つの主要な橋の防御と破壊を行う役割を担っていた。要塞の兵員の定数は約1200名。ありがとうございます。